今シーズン借金26で現在5位と低迷したドラゴンズ。今日立浪監督は中日新聞本社の大島宇一郎オーナーを訪ね、若手選手を積極起用した今シーズンが終わったことを報告。大島オーナーは、投打ともに楽しみな選手はたくさんいます、優勝争いができるチームへの成長を期待していますとコメントしました。オーナー報告後、立浪監督は、本当にこうずっと点が取れないゲームが本当に多かったので、まあ、もちろん急激に、ね、変わることは難しいかもしれないんですけども、何か違ったドラゴンズをお見せできるように、ただやっぱり信念はしっかり持って、まあ、これから先もやっていかないといけないなというふうに思ってます。ドラゴンズは来シーズンに向け、今月11日から秋季練習をスタートします。